はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。税理士川南の会議室ということでオンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。扶養を外れた一体どうなるのについてやりたいと思います。本日の動画の目次はこちらです。そもそも扶養って何なのか、外れたら一体どうなるの、社会保険の扶養について説明をして最後まとめたいと思います。本日の動画もよろしくお願いします。はい、それでは扶養外れたどうなるのについて解説していきたいと思います。こちらが本日の目次になります。はい、それではそもそも扶養ってどういうことかっていうと、皆さんこの103万円の壁っていうのを聞いたことあると思うんですね。この103万円の壁の扶養っていうのはどういうものかについてまず解説したいと思います。まずバイトやパートをしている方の場合です。扶養を外れるか外れないかを考慮します。収入があると思うんです。これはバイトやパート料になります。収入からこの控除額というのが自動的に決まってるんですね。こちらは一覧表で、じゃあの控除額はもう決まっています。変更はありません。収入からこの控除額を引いた金額が所得になります。じゃあどういうことかと言います。具体的に計算式で見ていきますね。103万円稼ぎましたと、バイトして、そしたら控除額は65万円なんですね。ここが自動的にもう決まってくる数字になります。そうすると所得の金額が38万円になるんです。ちょうどこの103万円の壁という103万円を稼ぐと、勝手に65万引いて所得が38万円になるんですね。そうするとこれはギリギリセーフで扶養に入れる。例えばここが104万円になって65万円引くと、ここが39万円になってしまって、この場合は扶養から外れるというふうに計算をします。ここの所得が38万円以内であるかっていうのがポイントになりますので、それを逆算すると、103万円の壁というのは逆算するとここが103万円になるよということで、103万円の壁というふうに一般的に言われているのが扶養を外れるか外れないか判断基準の一つということで、みんなも聞いたことあるかと思います。そして次にですね、例えばこちらです。150万円バイトで稼ぎました。そしたら控除額は同じく65万円になります。そうすると残りの所得が85万円になるので、これは85万円になるので、これは超えてしまっているのでアウトです。なので扶養を外れなければいけなくなります。バイトやパートの方はこのような考え方で103万円の壁を目安に考えてください。バイトとパートって言いましたけど、次103万円の壁というのは同じなんですけど、じゃあ自営業をされている方はどうなるんですかってことですね。例えば旦那さんの扶養に入ってるんですけども、奥さんが自営業で経営している場合、扶養に入れるの、外れるタイミングってなんだろうっていうと、計算的には一緒です。103万円が壁になります。ただ計算式が変わりまして、収入がなくなりますよね。自営業の場合は給料でもらうわけではないので、売上から経費を引いたものを所得として考えます。ですのでバイトでしたら収入から控除を引いたここの所得になるんですけど、自営業の場合は売上から経費を引いた残りの所得が38万円を超えるか超えないかで扶養を外れるか外れないかを考慮します。例えば計算式で言うと、売上が100万円ありましたと、かかった経費が60万円ですよ。そうすると40万円ですね、残り利益儲け所得は40万円になります。扶養は外れるということになります。じゃあ逆にこちらの例の式を見てください。1500万円売上がありました。経費がなんと1462万ありました。分かりやすく例にするために、ちょっとあえてないであろうだけど分かりやすくするためにこの数字選びました。そうすると残りが所得は38万円ですね。売上が1500万あっても38万円ということで、扶養は OK ということになります。あともう一つ気をつけないといけないんですけども、この扶養の旦那さんが例えば会社員をされてて、まあ、奥さんがパートなり、まあ、バイトなり自営業の方の場合ですけど、旦那さんの会社によって扶養を外れる外れないっていうのが103万円じゃない場合もあるんですね。ご注意ください。103万円じゃなくてもうちょっと多くてもっていう会社さんもありますし、もっと低くて90万円台とかっていう場合もありますし、もうそもそも例えば自営業で開業届を出してしまった、確定申告を自分でしているって段階で、うちの会社は扶養はもう外れてくださいっていう会社さんももちろんあります。入れてもらってる会社の方に必ず確認を取るようにしてください。開業届を出した時点でうちの会社の方は外れてもくださいっていう会社さんも実際いたっていうふうに聞いております。必ず確認してください。ここの103万円の金額が違うケースもありますし、
ここですよね。自営業の方は特に要注意です。その確定申告をしているってだけでダメなパターン。またここは103万円じゃないパターン。基本的にもう開業届け出して独立してるっていうことで外れてくださいっていうパターンもあります。扶養の仕組みとしてはざっくりですけど。はい。じゃあ、外れると一体どうなるのですね。具体例で言います。会社員がいて、まあ、共働きでした。まあ、子供が一人いますと。わかりやすいに一般的なケース、旦那さん、男性だとしますね。共働きでしてて子供が一人いると。で、給与が会社員の旦那さんが500人と。500人じゃない。500円。500円じゃないね。500万円だったとします。こちらも同じく500万円。扶養がある場合、ない場合で考えしますね。奥さんが例えばです。子供でもいいですよ。どっちでもいいんですけど、子供が例えばバイトで稼ぎすぎましたと。今までは扶養に入ってた場合は所得税が 8.5 万円でしたとしますね。子供さんがバイトしすぎて外れることになってしまってなった場合には、扶養に今まで入ってた時には所得税がこんだけだったのが、こう扶養を外れたことによって14万円に所得税がなります。差額分だけ扶養があるかないかで、税金が変わってくるってことです。外れでどうなるの？子供がバイトしていてたくさん稼ぎ始めたんだけど、この扶養を外す外れないっていうのは分からなくて、放っておいたって場合どうなるのかってことなんですけど、それはもちろんあの税務署の方で確認して、あらおかしいなと思ったら連絡が電話できます。そして修正申告をしてくださいと。差額分ですよね。こう扶養ありなしだった分の差額分を遡って支払わなければなりません。ここの差額分を、ね、一括で払おうと思うとなかなかね大変な負担ですので、このね給与が500万のケースのなんでここの差額分で済みましたけど、会社員の給与が上がれば上がるほどここの差額分が大きくなってきますのでお気をつけください。間違っている場合は必ず税務署の方から連絡があって修正申告をするという流れに確実になります。必ず確認するようにしてください。もう一つの扶養の話ってあるんです。103万円の壁は今のような感じで計算して外れるか外れないかすればいいんですけど、もう一つ多分皆さんも聞いたことあると思います。130万円の壁って、これは何だ、103万円とどう違うんだろうということですね。で、皆さん扶養が外れるっていう話をするときにはこちらの話をしていることが多いのではないでしょうか。130万円を超えてしまうと年金や健康保険を自分が負担することになります。だからバイトで稼げすぎた、まあ、奥さんがパートに行って130万円を超えてしまった場合には年金と健康保険を自分が負担することになります。そうすると自分の身が痛いですので、だいたい皆さん心配している扶養が外れる外れないっていうのはこの130万円の壁でのことを話してるんじゃないかなと思っております。で、年金や健康保険を自分で今までね旦那さんの奥さんであったら旦那さんの会社が負担していたものを自分が払わないといけなくなりますので、こちらの方はかなり痛手になります。だからその分年金と健康保険が差し引いて払っていかなければならないので、年収としては150万円を突き抜けてガッと稼いだ方がお得になります。この差し引かれた分を考慮してしまうと140万円ぐらいですと、年収が年金と健康保険を払ってしまったら扶養内に納めておいた方が130万円を超えない方がお得になるんですね。ですので150万をもう思い切って超えてガッと稼いだ方がこの年金と保険分を差し引いても増えるということでお得になりますので、社会保険の扶養を外れるというような場合は頑張ってガッと働いた方がいいかと思います。ここで一つ注意点なんですが、社会保険の扶養については自営業の場合なんですね。これ各自治体によって違うんですけど、売上で判断する自治体さんと売上から経費を引いた所得で判断するのかっていうことが各自治体に分かれるんですね。ですのでこれは必ずお住まいの自治体市役所の方にどっちで判断をするのかっていうのを聞いた方がいいです。これ要確認です。売上から判断されるのと所得で判断されると全く全然金額が変わってきますので、判断が自営業の場合ってこれですもんね。売上から経費、これの100万円で判断するのか、こっちの所得で判断するのかっていうのはちゃんと確実に自治体に必ず要確認してから、もし外れる場合は手続きをするという流れで行ってください。ここはお気をつけください。扶養についてですが、配偶者控除、特別控除というのがあって、その段階的に今ね、奥さんがちょっと働きすぎても段階的に控除額を下げていくっていう方法もあるので、そちらはまたね、動画の方でまとめたいと思います。本日の動画はね、以上になります。税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につけようっていう話ですね。月3500円で完全会員制 Facebook の非公開グループで運用しています。税金や経理、ビジネスの情報を平日毎日投稿していますので、月20本ほどのメルマガが読める。相談や質問は OK。 興味がある方はオンラインサロンの方 URL 概要欄に貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと高評価ボタン、グッドボタン、コメントや感想もどしどしお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね。